サンデーミュージックスペシャル調布音楽館。調布を中心としたエリアで活躍する音楽アーティスト、そして素敵な音楽を聴かせてくれるライブスペースや音楽ホール、そんな調布にまつわるミュージックシーンをクローズアップし紹介するのがサンデーミュージックスペシャル調布音楽館です。この番組では調布 FM が独自に収録した貴重な音源や番組独自で収録したオリジナルの音源を中心に、調布在住の音楽家原ひとみをナビゲーターにベストチョイスでお送りいたします。こんばんは、原ひとみです。はい、そんなわけで今日の調布音楽館ね、がっつりお届けしておりますけれども、はい、今日もね、実はですね、大阪と繋がっておりまして、ミュウさんの方に、新しいアーティストさん、新音源ね、届けてもらおうと思ってるんですけども、ミュウさん、こんにちは。はーい、どうも、こんにちは。どうもどうも、こんばん、こんにちはって感じの時間ですけれどもね、日曜日のこの忙しい時すいませんね、本当にね。はい。さあ、そんなわけで、はい、今回ちょっとまた見つけたということで、はい、ご連絡いただいたので、今日、はい、繋いでおりますけど。うん。今日はどんな、原さんってね、うん、はい。はい。原さんってね、うん、大阪が誇る近畿大学の卒業してね。そうですね。近代ですね。近代マグロで有名な近代みたいな。はい、近代、そうそう、マグロもなんですけど。はいはい。マグロとして。はい。先輩で、近代の、ペアの、ね、ユニットさんが来られましてね。近代の先輩ですか？ね、すごく。そうなんですよ。マグロじゃないですよ。マグロじゃなくて、先輩ですね。はあ、緊張するじゃないですか。僕の先輩なんですか。緊張しますね。軽音楽部ご出身の、これはもう、近代の軽音楽部は、レベル高いですからね。そうっすか。そうなんですってね。そうなんですよ。本当にね、ハイレベルだと思います。で、その中でも、今日は、おすすめしたいのが、はい、レジェンさんという。レジェンさん。ですけれども。はいはい。はい、レジェンって真ん中に星入りません？そうなんです。角田ヒロみたいな。YouTube でね、発見しました、自分。はい。見ました。見ました。男女のデュオですよね。そうです。男性がギター弾きながら歌う。はいはい、女性は花本を叩きながら歌うという。そう、大阪って、女性ボーカルの横で、男性ギターで、うまいグループ多いですよね。そうですよね。ねえ。本当にね、どちらもがね、うん、なかなか自己主張が強くて、そうなんだ、絡み合うっていうところが結構多いかなと思うんですけれども、まあ、そこ関西ですからね、みたいな。まあ、じゃあ、そのちょっと、とりあえずあれですか、音源聞いてみますか、一緒に。ね。ぜひぜひ。ね。はい、じゃあ、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。音源なんですけれどもね、うん、はいはい、この2人の音源で、ね、はい、30分の枠の中で、うん、はい、2曲ぐらいしかなくて。なんだそれ、ちょっと待って。トークなん？ほとんどトークなん？トーク。もうね、もう客席からもういいから歌えって言われてもまだ喋ってるような、すいません。自分の番組、結構トークカットしちゃうんで、それだと10分以内になっちゃいませんかね。大丈夫ですかね。大丈夫かもしれませんけど。ぜひぜひ、その中から何とか、ね、歌のところを取り出してお願いいたします。はい、ちょっとやってみますか、とりあえず。じゃあその、はい、私の近代の大先輩であらせます、レジェンさんの、はい、ライブ。じゃあちょっと、とりあえずね、お届けしましょう。どうぞ。では。
Thank you.
空は月明かり静かに
今日はね、実はまあ2ステージ目でね、もう2人揃ってヒーヒーハーハー言うとるんですけど、もうこんな、ね、途中で今日シンディから何を食べるか一生懸命考えて愛してるんやシンディのために曲作ろうかなと思って言うから絶対めんどくさっていいよってどう言ったらめんどくさい言うかなやっぱり下ネタかなでも思うのがツボやったな、まあね、どんなさシンディさんのために作るとしたらそうやね例えばね、うん、あのちょコードはちょっとわからないけどこう雰囲気ね、うんお前の姿美しく
あそんなわけでレジンさんのライブ音源聞きましたけどもね、ミホさん、あのナレーションカットしたけど結構演奏あるじゃないですか。あるじゃないですか。結構ありましたよタイム。いや大丈夫ですよ。いやもう逆にリスナーさんも大満足の、はい、尺があったと思うんですけどもね。はい、いやー近代の先輩かー、やっぱりさすがですね。はい、あ、すいません、もう一個ちょっと間違いがありました。え、何軽音じゃなかった。あ、軽音じゃなかった。軽音じゃない、でも近代は近代、近代、はい、KFC っていうね、なんか唐揚げ屋さんみたいな。 KFC 唐揚げ屋さんって。近代フォークソングクラブらしいんです。すいません、同じ KFC。 知らなかったです僕それ。あ、そうなんですね。そういうクラブがね、こちらも伝統のクラブがあったようなんですけど、そうなんですね。 KFC 一緒じゃないですかね、はい、唐揚げ屋さんと。どっちがパクったんでしょう。本当どっちなんですかね。いやいや、わかるって。そうですか。いやでも本当レジェンさん良かったですね、演奏でしょ、うん、本当にね、腹立つぐらいいいでしょ。腹立ったらあかん、そこは。さすがあれですね、予備屋さんですね、評価はい、されてますよね。レジェンさん、あ、いい音源あったらうちでやりたいと思いましたよ、今日は。腹、はい、思いました。はい、あ、もうぜひお願いします、うん、なんかレジェンさんのなんか、そうなんです、レジェンさんでちょっとね面白いエピソードがあるんですけれども、うん、はいはいはい、言っちゃっていいですかね。おお、なんですか、なんかライブで変な芸やるとかそういう話ですかね。そうじゃなくて。それはね、常なんですけど。あ、常なんだ。そんなに面白くないんですよ。そうなんだ。でですね、原さんは探偵ナイトスクープというのを、はいはいはい、ご存知ですよね。もちろん有名な番組じゃないですか。こっちでもやってますよ。はい。はい、あの番組にね、このギターの方の、ちょんまげさん、自称ちょんまげさんが出たことがあるんですよ。はい、何をしはったんですか。別に探される方は、探される方、はいはいはい、そう、依頼者の方がね、弾き語りをしている方だったんですけど、はいはい、すごくいい曲に出会ったので、その曲をこうコピーしてね、真似て、ご自分も歌うようになられたそうなんですよ。はいはいはい。でもね、それをね、ついつい自分が作ったオリジナルやんって言って、嘘をついて。あかんやん、それって。ずっと長年ね、やってしまって。長年やってたって。それを言うたびに、長年やってたらしいんですけどね、さすがにね、こう、だんだんこう、苦しくなって、両親の感触に対して、ね、まあ、そうでしょうね。やっぱりこの作曲された方、曲を作られた方に、謝りたいっていう気持ちになられましてですね、それで、探偵さん作った人を探してくださいって依頼されたということで、そこで探し出されたのが、このレジェンド の男の方の方、ちょんまげさんなんです。ちょんまげさん。これでも、簡単に考えてもこれ、探すのめちゃめちゃ難しかったでしょうね。でしょうね。ちょっとね、どうやって探したのかな。そうですよね。もうまだ、それこそこの近代絡みで、KFC 絡みで探されたのかなと思うんですけども。いやでも、探偵ナイトスクープ、もうまさに探偵業としてもすごいですね。こうなると。そうですね。本当に。よく、それでたどり着いてくれたことで。はい。でもね、もう、こう、今も曲を聴いてくださったら、パクりたくなるお気持ち、わかると思いません。いや、いい曲本当いっぱいありますけど、どの曲だったんですか。ほぼ全部じゃない、聞き馴染みのある曲以外、ほぼ全部じゃないか。そう、その人そんなパクってたんかみたいな。いやいや、パクらはった曲は、ま、この中にあるのかどうか、そうなのね。そうなのね、そうなのね。わからないですけれども、はい。その曲今度見つけてきてくださいよ。そうですね。ね、せっかくなんで。今度、次回の時は、あ、そうですね。歌ってもらうようにします。そうね、次回のライブ音源が、この、調布音楽で、はい、オンエアするまでに、ちょっとその曲を見つけとくっていうのが、じゃあ、今回のはい、ミッションということで。ミッション、課題ということで。課題ということで。やっておきます。いや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 。そうか、軽音じゃなくて KFC だったか。さらに全然情報違ったじゃない、ミュウさん。本当に今困ったな、もうちょっとざっくりした性格なんか番組の前半で嘘言っちゃったじゃないですか、もう。すまない。
いや本当にもうしょうがないな、もうもうこれ罰としてあれだね、番組後半まだ時間あるからゴンアンテミューのライブ音源最新のやつかけちゃうか、後半罰として。なんてなんてなんて本当に、いやちょっとまだ考えてなかったんだけど、まあ、ついでだ、いや罰として受け入れてもらおうかな。じゃあ番組後半ゴンアンテミューさんのライブ、これ MK2 さんマークスじゃねえんだ、 MK2 さんのライブ、強引にお届けします。さあどうぞ。
Thank you.
さあ、てなわけでミュウさん、さあ今日はレジェンさんと、もしもし、あれ？はい、もしもし、もしもし。さあそんなわけで、ミュウさん、はい、本日はレジェンさん一発お届けして、はい、嘘まみれだったんで、ご安定ミュウさんの最新のライブ群れクソお届けしましたけども今度は頑張ってよみたいないや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 、次回なんかまたありますかね、いい音源来週あるんですよ。あります？ちょっとね、うん、もうね、男女ユニットさんをね、うん、ババーンとね、うん、今ね、来てる感じがする。あ、なるほど。いいですね、男女ユニットさん。そんな男女ユニットさんってたくさんあるんですか、大阪の方では。なんででしょうね、なんか多いんですよ。じゃあ何、前半後半で2つとも男女ユニットさんとかお届けしていただけるんですか。そうですね、次回そうさせていただけたらと思います。じゃあわかりました。じゃあ来週もいい音源、取れたての音源、はい、お願いしたいと思いますんで、はい、さあそんなわけでね、今日の任しときで、ありがたいな、本当にな、ありがたい、本当ありがとうございます。パンパンって感じです。はい、まあそんなわけでね、今回の調布音楽館も大阪のミュウさんとつないで、新しい音源、新しいアーティストさんをお届けしました。そんなわけで大阪の、レポーターはミュウさん。はい、いやごめんなさい、いやリスナーさんにどうもとかなんか言ってくれるのかなと思ってそうそう、調布の皆さん、リスナーさんどうもありがとうございました。はい、どうも。で、声は聞こえてないですけどもね、はい、音声さんでゴーンさんがねやっていただきましたんで、このメンバーで今頑張っておりますんで、ミュウさん、ゴーンさん、そして東京原ひとみでお届けしました。それではまた来週、楽しみにしてください。はい、また来週また毎週さて、お送りいたしましたサンデーミュージックスペシャル調布音楽館、いかがでしたでしょうか。この番組では放送を聞きの皆様から
ご意見、ご希望、そしてリクエストや取り上げてほしいアーティストやコンサートの情報など幅広く募集しております。宛先は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM 放送サンデーミュージックスペシャル調布音楽館の係までお願いいたします。またファックスの方は調布 042-443-8068 までお願いいたします。皆様のいろんなご意見をお待ちしております。それでは次回調布音楽館でお会いいたしましょう。ナビゲーターは原ひとみでした。 See you next time. Bye bye.